なんか出てきた。橋作り教育課の方です。はい。はい。あれもいわゆる東大東京大金です、はい、まあ、漁師さんとか赤線なので盛り上げてしまうのを防止するためにそうですね設置してますね、はい、そこに昔僕は火を焚いて作ってたので空気を循環させてこの上に穴が開いてるんですよね。